ってきました。大都市、東京。と言ってもパラたちの荷物を運ぶために一度東京に来ただろう。あの時は急いで6人分の荷物をまとめなくちゃいけなかったから見る余裕なかったよ。私も東京は数十年ぶりね。ほとんど神社にいたから。そういえば神社開けてよかったの。お母さんって確か町の復興とか、石も兼ねてたよね。町の人から長期休暇もらったわ。1年間ずっと町のために動いてくれたお礼に言ってね。町の人がいい人たちでよかったですね。おい、お母さん、大金あれ、かなめくんもいるね。あれ、知らないのろか。大金とかなめくん付き合ってるのよ。マジで。さあ、私が知らないうちに色気づいちゃってまあ。そうねー、彼氏とか大金はちょっと早すぎるんじゃないかな。確かだよ、それ。いいじゃない？少なくとも私たちよりかはまともな恋愛してるわよ。長女と次女が同じ相手の元に嫁ぐってなかなか聞かないよねー。まだ結果お姉ちゃんは独り身だから。あら、でもお互い気持ちは伝えてるから付き合っている状態よ。ああ、付き合っている程度で何を言ってるんだか。私から見たらこの二人も同格だよ。せっか、あなた見ないうちにすごく成長したわね。見違えたわ。まあ、あれ、大人の階段全力疾走したから。頭はいつも通りでよかったわ。せっかちゃん久しぶりだね。髪切ったんだね。大川逆に伸ばしたのね。しかもちょっとオシャレになった。特にその帽子、すっごく可愛いわ。でしょう、パチェに作ってもらったんだからね。へえ、あの動かざること山のごとしのあのパチュリーだねー。おいら男、よくも秋氏の姉貴をたぶらかしたわね。いって、ろかには関係ないだろ。いや、あるわね。大川私の大事な双子の姉妹、そんな大事な姉妹を遊び感覚で付き合われたらこっちだってたまったもんじゃないわ。いや、俺だって本気だ。本気で好きだしこの先も幸せにしてやりたいって思ってる。秋では何でも言えるわ。誠意を見せなさい。誠意って何をしろって言うんだよ。切腹か、腹切りか、心中か。どれも一緒だよ。死ねってか、俺に死ねって言ってるのか。その最後に関しては私も死んでるよ。せっか、自分もできないことを相手に言わないの。え、やってるわよ。メリアちゃんから嘘偽りがないかやれって。マジで？冗談よ。さすがのメリアちゃんでもそこまでは言わないわ。なんだろう。でも一瞬メリアちゃんならいかねないって思っちゃった。確かに。まあ、さっきのは冗談だし、付き合ったことに関してはおめでとうって言っておくわ。そっか、そう言ってもらえると俺も安心する。ただし、大川を泣かせたり、悲しませたり。ないとは思うけど、うちのパトみたいに浮気まがいなことをしたり、それで大川と別れるようなことがあれば。現世とあの世と来世で3回は殺すからね。ええよ、っていうか普通にナイフを持ち歩くな。せっか、あなた常にそんなもの持ってると職質された時に捕まるわよ。銃刀法違反。大丈夫、その時は警察の肉眼では捉えられない速度でナイフを隠すわ。え、何それ、かっこいい。力を悪用するんじゃありません、まったく。せっかお姉ちゃんには言われたくないわよ。そういえばパトはどうしたんだ。あ、多分メリアちゃんと専属神と従属全員できてるんじゃないかな。おーい、大川、かなめ、久しぶりー。あ、噂をすれば。おい、おはよう。琴花ちゃんも呼んだのね。うん、一応紹介しておかないとって思ってね。マジか。え、あれ全員パトの専属神とか従属か。わぁ、見ない間にパトがハーレム王になってるねー。いや、そうなんだが、そうだけど。あれなんだろう、情報が完結しない。とりあえず言えることは、俺の知ってるパトじゃない？久しぶりだね。さっきせっかから聞いたけど二人とも付き合ってるんだってね。おめでとう大川ちゃん、しっかり幸せになってくださいね。ありがとうメリアちゃん、そっちも順調。そうだね。はい、いつまでも私とご主人は一緒ですよ。お前、幻想郷出たのはハーレムを作るためか。まあ、そう見えるよね。そう見えない方がおかしいよね。実質そうだし。つい最近にもう一人専属神の加入に成功しましたし、オーブもあれから2個手に入れてますし、力も上げています。順調ですよ。そちらのお方たちがそう？いえ、私は哀れな主様の従属兼愛人のネルだ。愛人？また平然と嘘を混ぜるな。従属だろ、従属。私はいろいろ騙されて裸まで見られて最近徐々に人権を失いつつある従属、BL です。騙して裸にした？おい、誤解招く紹介やめろい。騙したのはネルだろ。裸は、不可抗力だ。そうだな、裸の件はこのバカ天使が悪い。だがそれ以外は真実だ。私、最終的に身も心もめちゃめちゃにされちゃうのかな。欲望のままに。だが主様だぞ、それはもうめちゃめちゃレベルではない。最終的にアイヌの首輪つけて四つん這いで歩けとか言い出すぞ。我が変態の主様は。それどっちかというとネル、お前が言いそうだ。誰だか主様、明日やらせようと思ってたんだがな。私いつかじゃなくもう明日からめちゃめちゃにされるの。とまあ、従属といってもみんな仲良しですので二人が思っているようなことはしてませんよ。
ちなみにこの二人が今大会の俺専属のアシストマネージャーやってくれてるんだ。お前は一体どこに行こうとしてるんだ。お母さん紹介するわね。この子が私が言ってた一つ下の後輩でお母さんもよく知っている。菊読白鵬の一人娘、ことかちゃんよ。菊読ことかです。いつも月下先輩に助けてもらってばかりです。あらあ、話は聞いてるわ。あの大バカ野郎からまさかこんな礼儀正しい子だね。きっとお母さんに似たのね。よろしくね、ことかちゃん。ちなみに大バカ野郎ってお父さんのことですか？ああ、気に触ったなら謝るわ。どうも昔の感覚が抜けなくてね。いえ、むしろお父さんってどんな人なのかわからないので興味が湧いちゃって。え、それってどういう？ああ、お母さん、ちょっと。どういうことよ。私も最近聞いたんだけど、ことかちゃん、今までお父さんと会った日数が半年くらいの日数ぐらいしかないんだって。いや、それはおかしいでしょ。うちのお父さんでも頻繁に帰ってくるくらいの余裕はあったし。地球防衛軍だって国際機関、隊長一人不在でも成り立つように組織構成は行き届いているはずよ。うん、だからきっと相手の方が拒絶しているんだと思うわ。おそらくだけどね。だけどことかちゃんはお父さんは忙しいから帰ってこないと思ってる。それに自分は父から嫌われているって本気で思ってる。あの大バカ、実の娘にそこまで思わせるなんて。だからお母さんにはことかちゃんの前では偽ってほしいの。今はパトが心の拠り所になってるけど、きっと本当の意味で嫌われてると自覚したらことかちゃん、誰も信用できなくなっちゃう。そうね、そういう理由なら配慮するわ。ただ一つ気になるんだけど、なんでパトが心の拠り所なの？え、だってことかちゃん今パトの専属心だし。はぁ？ってことは実質ことかちゃんは私の娘になって白鵬のバカ野郎と親戚になるの？おかんが走るんだけど。どんだけ嫌いなの？白鵬。ことかちゃんはウェルカムよ。でも白鵬だけは迫害ね。それ絶対にことかちゃんの前で出さないでよね。いやー、あいつはすごいわー。第一隊長だし、仕事してるし、忙しいし、あとは、そう、部下が多分優秀だし。そうなんですね。本人の対してのこと全然言ってないわ。多分生理的に受け付けないレベルで嫌いなんだわ。これ。そうだ、もうすぐお父さんも弟子と一緒に東京に到着するみたいだから待ってましょう。へぇ、お父さんに弟子なんかいるんだ。部下じゃなくて。うわーごめん、遅れちゃった。今の今まで相手してたの。うん、私の特訓にもなるからね。久しぶりだな、アルタ。お前も元気そうで何よりだ。当時じゃない、ヒイラギ君もね、結構角取れたんじゃないの。かもな、お互い一年も闇から離れたら面影なくなるもんだな。そうだね、そういえばヒイラギ君知ってる、スイスでね。なんだ、駅前でこんなに集まって。あ、お父さん。お父さん、そういえば顔を合わせるのは初だな。厳しい人だとは聞いてたけど一体どんな。え、嘘、まさか、大岡たちの父親って、父親、なのか、ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。